誰か聞いて。何かな？さっきな？私の話もある。あのね、私は。なこ。どうしたの？四番騎士、七番車の靴下が食べたいなって思いました。七番車。好き。靴下食べて。中級者行こう。中級者結構面白いからね。話マークが出てるのが3しか出てなかったよね。おい、俺全然喋ってないぞ。誰？お、面白そう。俺また緑でドンキマリ。気がつけば俺のドンピシャに会いましょう。ずっと取れ、もう取れてるんじゃない？もう、テンコ取ろうよ、テンコ。お、面白そう。いや、ルームマスター動いてない時点でテンコ取って、ああ、そういうことか。声わかんのか。スカトローチル？おうじー、ホストチェンジしましょう。はい。ああ、その手があったな。スーキレとかいるじゃん、絶対やば。誰喋ってん？もう一人ホストチェンジ。まあ、真面目不良ってお前どっちやねん。お前超人やろ。真面目不良って確か YouTuber でいなかったっけ？人狼殺やってるやつ。いないいない、そんな人はいない。マジでおるん？人狼殺やってる YouTuber 大体カス。おい、八幡カスゲ。カス配信したか、お前は。な、誰か聞いて。なんかな、さっきな。あ、ルームマスター変わったんだ、じゃあダメか。あ、続けてもらっていいですよ。終わったらテンコ取ります。そう、さっきね、人狼しててね、自分が人狼役だったの。でもなんか、人狼、最近人狼役をしてなくて、もう全然さ、でも私、多分対戦回数とか見ればわかると思うけど、やったことがない。それで、うん、マジか、人狼かと思ったけど、うん、なんか、うちが占い師で出てって言われて、占い師で出たんよ。そしたらね、うんうん、まさかの対抗が出なかったの。で、3番さん、で、なんか3番さんの、まあ、その時の3番さんの人だった人が、なんか、1番全力で守りますとか言ってて、で、誰も対抗出なくて、で、3番釣ろうかってなって、でも、絶対あの人、うんうん占い師だったよなとか思ったけど、言ってもうそうだよねみたいな感じで人狼となって、でもまあ対抗出ないからうちが真として見られるじゃん、うんうん、普通にうち黒だとして見られてんの、うんうん、発言が怪しすぎて、うんうん、それだけどそんな人もいるんだなと思って、人狼面白いなってすごい思ってる。私の話もある。あのね、私は何だと、どうしたの？普通の人と占い師と、なんか普通の人に3人から黒出しされたことある。ちょっとごめんなさい、どうしたんですか？リアル狂人って何なの？ちょっとごめんなさい、リアル狂人って言って、どうしたんですかこれ。ほんまにリアルな狂人で嘘しかつかんみたいな感じの人。でもそれだけど人狼、私らの陣営勝ったんよ。え、すごいね。これはやばい。こうなってだけで結構得するよね。で、マジでやばかった。なんか普通にすごかった。もう女子会始まってんぞ。女の子だけど別に人狼だからさ、そういうの関係なしに全然対抗できて、ああ絶対うち今回負けるんやろなと思ったら、まさかのさ、真の占い師がさ人狼を守るんだよ。やばいよね。しかもなんか、それやばすぎまるで。マスター止めて、マスター。もうやばいね。ちょっと転校しましょう。すいません。もう大丈夫ですか？転校取ります。9番さんから順に転校お願いします。お願いします。あ、1番さんどうぞ。どうしてますかね、これ。あ、そうだね。イボ、お前も入ってくんな、お前。しつけな。そしたら、7番さんから順に転校お願いします。すいません。おい、イボ、お前、しつけよ、お前。はい、さっきからいっぱい喋ってる7番です。お願いします。6番です。お願いします。うなちゃんマン、ダメだろ、これもう。しつけな、お前、コメ。はい、5番です。4番さん、どうぞ。
はい、4番です。7番さんの靴下が食べたいなって思いました。3番さんどうぞ。3番です。2番さんどうぞ。はい、2番です。あ、それではですね、全員点呼が取れましたんで、ルール説明はした方がいいですよね。説明いたします。初日、人狼はですね、紙なしでお願いしますね。カリウード、守りなしでお願いしますね。1日目、占い CEO は、占い結果等はね、口頭で言っていただいて、2日目から、チャット使っていただいてもよろしいです。対抗もチャット使っても OK です。雑談の、まあ、発言はいいとして、チャットはしないでください。はい。そんな感じでいきますかね。OK です。それでは皆さん、人狼殺、楽しい人狼殺、スタートしますよ。Let's do this! はい、OK。よーし、久々の楽しい人狼。あれ、始まらないよ。ごめんなさい、ちょっとタスク切るね。一番のさ、嵐のさ、1400ポイントってすごいよね。パビタゴンじゃん。九番どうぞ。どうぞ。いますだかん、あ、OK です。すいません、8番さん戻ってきたということで、名人分村人陣営でした。はい、うん、そうですね、まあ一番初めなんで、よかった、尺持った。2週目考察飲ませていけたらと思います。おい、9番イケボぶってんぞ。しかもだ、ヤサオっていう、ちょっと負けてる、すべてだよ、すべて負けてるわ。7番じゃん、好き好き、くっちゃ食べて食べてーなはい、4番さん気持ち悪いんで、4番さん積んで、トマさん真っ黒でいいと思います。はい、7番です。あと8番さんで一周目もありますね。8番さん戻ってきてくれてよかったです。自分村人陣営でした。チャットいっぱいしてしまってすいません。私も初めの画面から固まって、なんか夜が来ましたとか言っても自分の役職とか全然出てこなくて、マジで困って、一回落としてきたら、まあ、役職出てきたんで、まあ、よかったなっていう感じで、すごいまたっていうか、こういう村人で安心してます。8番さんの考察聞きます。この人狼は僕からスタートしたんですかね。そこだけちょっと考察っていうか、ちょっと誰から始まったのかわかんないですけど、9から始まった。9から始まって、9番さんが8番さん帰ってこないなら8番さん釣りでもいいって言ってたのかな。まあそんな感じだと思うんだけども、占い師がいないんだよな、そうなってくると。なんでだろう。え、占い CEO6 黒占い CEO6 黒、じゃあ6釣るなんで潜伏したのかわかんないけど、とりあえず今日じゃあ6釣りで、はい、以上。はい、皆さん、滑舌が悪くて聞こえづらいです。もっとしっかり喋ってほしいなって思いました。はい、5番さんの潜伏わかりますよ。はい、5番さん、6番さん以外に占い師対抗出たら、もう6とその占い対抗出てきたやつが人狼覚醒しますよね。だから潜伏したって思いますよ。で、最初にふざけてるやつを釣ろうとするやつは大体人狼です。そう、6番さん、4番さん気持ち悪いんで言いますって言いましたよね。よく黒覚醒だと思っています。はい、事実上平安村なので、約束ありとだけ皆さん治療してフルオープンでいいと思います。占い先を狭めた方が村人陣営勝ち確定です。以上です。バクーン。大丈夫か、ほんと人狼殺マジで大丈夫？もうやばいよね。昨夜バカ、人狼許さねえわマジで。うん、約束オープンでいいと思います。あるかないかだけ。うん、村人ハークです。ガレード、じゃあもうハンター OK です。じゃあ1497の中で9、怪しいんだよなこれ、ほんと。はい、
9番さんは白目に見ています。誰だお前。2周目に不良君を言ったのは結構神明が高いです。でも僕は昨日の段階で不良君を言いましたよね。その段階でのに関わらず、1番さんは雑殴りで僕を殴ってきました。はい、僕は1番さん黒だと思っています。兄さん昨日出て欲しかったです。あ、兄さんは役職持ち確定でございます。91がグレーとなるんですが、7もでしょ。僕は1番さんが怪しいと思っています。この段階にして雑殴りおかしいでしょって話ってことで、馬のモノマネやります。1番釣り。俺4番さんね、あの前も当たったことあって、それ聞いたことあったわ。モノマネで思い出した。うん、で3番ね、守り先も言っちゃダメだよね。もし俺を守ってたんだとしても、でも俺もねやっぱり1番なんでね、俺昨日言ったよね、6が4、あの占い出てない状態で殴っ、あの釣り位置上げたから4は白いし、7番もポジション的に白いからって。うん、だから俺はね1級のロラしかね見てないんだけど、うんうんうん、まあ俺ちょっと今日の夜死んじゃうから、残り1人狼1番なんじゃねえかなと俺は思ってる。1番で終わんなかったら9、うん、4はな、初日からの初日のライン切りっていうのはちょっと、うーん、4番の反応からしてあんま考えにくい。夜にスキーしましたら、もうやばいなこれ。終わった。